ークショットは長距離移動には便利なんですが、細かな移動には不向きです。ので、別の移動方法を新しく作りたいと思います。別の方法といえば、あれか。前作で一番お世話になったと言っても遺言ではないあのアイテムですね。過言な？移動とか、正直これを使っておけば5は大抵移動にかなるという代物でございます。さて完成まであと数秒かかるんですが何かいい話題はないですかね。カットしろよ。今日いい天気ですね。困ったら使うやつ。あと今日すげえ雨だからな。雨降ってるのに無理して天気の話題を持ち込むコミュ障あるあるを再現すんな悲しくなるから。こちら、空が飛べる防具になります。あれでもなんか表示がいつもと違うな。効果説明欄に飛行って書いてないけど。おっかしいなぁ、レシピの配分は間違いなくセットできたと思うんだけど。いや、飛行能力持った防具のレシピはこれじゃん。ただ単純に違うものを作ってただけなのか。え？じゃあ今作った防具、何？知らないものを連成したようだ。一応燃料入れてみる。この防具も燃料可動式なのね。おお、攻撃力上昇と採掘速度上昇のバフが常時かかる防具。なんか結構便利そうだな。ブランチマイニングするときとか、地下探索するときとかにはちょうどいいかも。採掘速度上昇を体験してみる。と思ったら燃料切れでした。装着してる限り常に燃料を消費するのはちょっと燃費が悪いな。燃料が大量生産できた時に使う方がいいかもしれません。ってそんなことより空飛ぶ防具。レシピミスしてるじゃん。この端っこ必要ありませんでした。よし。あーこの背中のゴツゴツ感、懐かしいですね。やっぱ移動といえばジェットパックでしょ。ディディーコングの樽みたいなジェットパックの見た目なのもそのままですね。これにも燃料を入れまして。というか木炭も燃料にできるんだな。あーそういえば確かに、前までは石炭しか入らなかったような気が。おお、飛んだ飛んだ。やっぱこれだね。でもなんか、以前より若干移動速度上がったような。いいことじゃんか。いや早いと細かい作業がしにくいのよ。あ、燃料切れた。これもなかなか燃費が悪いな。木炭生成工場も早めに作らないとですね。以上、今回の前置きでした。前置き2時間かけすぎてないか？それじゃ、前回作った鉄生産施設の改造を始めましょう。まずはここ、散らばって落ちる。丸石たち。え、何この卒業式システム。この丸石がぴょんぴょん落ちていくのは見ていて楽しいのですが、左側の壁がないと機能しないのが難点です。この壁は撤去予定なので、丸石が跳ねないように。対策します。それ流行ってんの？みんなで食べた。マンボウの唐揚げ。そこは統一しろよ。あれなんか一人サバイバルしてる人いなかった。と言ってもこれの対処は簡単です。シュートを作って、ベルトコンベアの先にセットするだけ。これで壁に当てることなく粉砕ホイールに丸石を投げ込めます。いらない壁は捨ててしまおう。よし、次の問題はここ。効率の悪い。洗浄槽。もうこの紹介方法がデフォルトなの？こんなにたくさん砂利が流れてくるのに、ファン一つだけで砂利を洗うのはあまり効率的ではありません。なんて考えていた矢先、動画のコメント欄にて、湿気た空気を複数当てれば洗浄速度が上がるというアドバイスをいただきました。別ワールドでその真偽を確かめてみましょう。ふむ、確かに左右から空気を当てた方が素早く洗浄できていますね。こういう効率の上げ方もあるんだな。ということでこうなりました。いやどうなってんのこれ。風を送れる最大数、左右一つずつと上と後ろに一つ、計四つのファンで砂利を洗いたいと思います。あとは水をセットして、なんとかして動力をここに持ってくるだけですね。うわぁ、配線がめんどくさそう。配線しました。歯車設置場面は全カットである。歯車設置がめんどくさかったです。動画のタイトルを見直してほしくなるセリフだな。ただそのおかげで、文字通り四方から空気を送ることができるようになりました。これでダニ1匹逃さず洗浄してくれるでしょう。ダニ2ダニはいねえよ。ダニこの図でも置いておきます。だからいないって、実際に砂利を流してみましょう。四方八方から水が飛んでるせいで、洗車されてるように見えるな。全砂利ですね。死に出したくない違和感しかない言葉。水のパーティクルを消してみた。白いゴミみたいなエフェクトはいつも以上に待ってるような気はするな。これで砂利洗浄部分の改装は完了です。
が、正直効率がいいとは言い切れないので、次回またここを改装しましょう。じゃあ改装終わってないじゃん。鉄ナゲットだけを回収するようにしてみました。なんかビジュアルが火打ち石を連成しているようにしか見えない。火打ち石を見えとし雨の恵みを。たまたま雨が降っただけだろ。ただ実はこの設置、ミスしています。この火打ち石が邪魔をして作成した鉄ナゲットがドロップされません。致命的弱点というかそれだと回収機構として機能してないじゃん。一マス開けてみましたが、ダメみたいですね。なので結局こういう形になりました。やっぱりアイテムの分別は、ベルトコンベアを使うのが一番簡単ですね。無難が一番。丸石製造機が、小さすぎる。なんかイチャモンレベルじゃない？いや、本当に小さすぎるんです。どれくらい小さいかというと、こいつが友達ができる確率ぐらい小さいです。読むじゃねえか。前回は材料不足、正確には鉄不足だったのでこの大きさで妥協しましたが、この鉄生産工場を動かして鉄に余裕が出始めたので、拡張していこうと思います。溶岩は溶岩源一つで最大7ブロック横に広がるので、これに習い丸石生産場も一つにつき横7ブロックにしたいと思います。そしてこうなりました。横に広がったな。スクショですみません。録画し忘れてました。あなた実況歴結構長い方ですよね。初投稿が2014年ですので、だいたい8年くらいやっておりますね。8年やってこの手いただく。それじゃ動力を接続しまし。まあ、でしょうね。そりゃ SU 不足にもなるだろうな。じゃあ先にエンジンの改造をしましょうか。改造という名の増設ですけどね。困ったら増やす。納金の差が。ということで4連水蒸気エンジン J。エンジン単体の性能を上げる案は？それも考えたんですが、燃料をくべる必要があるので今回は却下です。それじゃあ始まりの水を流して、稼働させましょう。あーやー。一回動いたのに、止まっちゃいましたけど。こっちはお腹ペコペコで作業してるってのに、何が問題なんでしょう。とりあえず水の汲み取り用ポンプを増設してみる。これでどうかな？ダメみたいだな。くそー、何がダメなんだ。蒸気エンジン、使ってまだ日が浅いから理解しきれてない部分が多いな。おそらく水が足りないんだ。と思うんですけどね。水蒸気エンジンに必要なのはタンクと熱と水。タンクと熱はそれぞれ問題ないので、水の汲み上げに問題がある。詳しくは水の汲み上げが少ない、のだと思います。お、なんとか動いてるな。いいじゃんいいじゃん、成功じゃん。これでドリルも問題なく動かせるでしょう。ダメみたいですね。嘘でしょ？エンジンを3台追加したんだから単純計算で SU 生成量は4倍になったはずなんだけど。それでも足りないのか？ええー、ママよ。だったら8台でどうだ？数関数的に増やしてく感じ？これで動かなかったら困るからマジで。のー。2時間後。めっちゃ試行錯誤してて笑った。動いたー。今日は感情の波が激しいな。やっと動きました。結論から言いますと、やはり水の供給量が少ないのが原因でした。なのでまずはポンプを水蒸気エンジン一つにつき1台設置して、さらに後ろにもポンプを設置しました。つまり一つの水蒸気エンジンに対して2つのポンプで水の供給を行ってるわけだな。ちなみに生成 SU は、約1万6千くらいです。これは、どうなんだ？まあ悪い数字ではない。って感じですね。多分、という感じで SU をそこそこ生成できるようになりましたので。粉砕ホイールの数を増やしました。速度も上がってないか？これでも SU 使用量は半分くらいです。これが、エンジンの数の暴力。ということで、今回はここまで。次回はこの鉄生産工場をもうちょっと改良して、その後新しいアイテムを使ってみようと思います。ちょっと期待してもいいぞ。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録よろしくな。